ではですね、3年生のちゃんと考えると面白い TOC を活用した学年づくりということで、溝西先生と同じ、小学校に勤めております、森朝子と申します。よろしくお願いします。自己紹介ですけれども、今年は3年生の担任をしておりました。で、先ほど、溝西先生がおっしゃってたように、探究ということで、学校の研究を回していくっていう、一応、責任者というか、主担を、ちょっとこう、大役ならさせていただいていたりとか、あと昨年、磯西先生と一緒に5年生の担任をさせていただきました。で、さっきね、磯西先生のお話でも出てきてたんですけども、おもろいな、やってみなはれと言ってくださる校長先生がいろいろ後押ししてくださって、去年はいろんなことができました。で、実はですね、TOC と TOCFE に出会ってまだ2年目っていうか、もう本当にピヨピヨしてる感じなんですけども、そんな私がなぜ、TOCFE の、ところで発表してるのというところからね、ちょっとお話ができたらなと思います。去年は高学年ということもあって、先ほどね、小学生ではロジックって難しいんじゃないっていうこともあったんですけども、辻先生がとにかく子どもたちと楽しそうにされてるっていうのもあって、お導きがありですね、社会だったりとか、国語とか道徳などでいろいろとツールを使っておられました。社会とかでも、もし未来の車を作るならば、結果として誰でも安全に運転ができる、なぜならばとかっていうふうに、子どもたちが自分でね、いろいろ考えて、自分の考えを話してくるっていうのを目の当たりにして、わあ、なんて使えるんだって すごく思った実感がありました。はい。で、総合的な学習の時間で大活躍を、昨年も知ったわけなんですけども、この TOCFE のツールというのが。で、カンボジアとの交流っていうので、昨年、事例発表してて、まずね、なんでそのカンボジアと交流するんだろうかみたいなところから子どもたちが考えて、で、これ当日の様子なんですけども、違うから仲良くするならば、結果として新しいことが見つかる。なぜならば、今までと違う関わりができるから。自分の子供の頃を思うと、やれと言われたからやっていたみたいな、そんな小学校生活だったんですけれども、子どもたち自身が考えて、こんなふうに、なんていうんですかね、交流する、その値打ちというか、価値を見出すっていう姿にとても感動しました。まあ、そんなコーナーで昨年、事例発表させていただいたんですけど、今年はですね、探究っていうこと、それからクリティカルシンキング、自分から口にしたことがないようなワードがどんどん出てくる。4月だったんですけども、この図を磯西先生と一緒に考えさせていただいて、いろんなね、こんな風にやったらうまくいく、ワクワクするっていうことを、磯西先生はおっしゃるんですけども、先ほど通訳が必要だって磯西先生ご自身も言ってたんですけど、なかなか自分自身も飲み込めないし、一緒にやっていくっていう、こう学年とか学校にもなかなか伝わらないし、で、困ったな、そうだ、TOC があるじゃないか。で、先ほどもね、人っていう名前が上がってましたけども、松山さんとか岡林先生に来ていただいたりとか、オンラインで研修をたくさんしていただきました。で、校内研修は順調にスタートを切ったんですけど、じゃあ私はどうするんだと。今年は磯西先生とも学年が違うし、とりあえずやってみよう。これはちょっとね、私の特性でもあるんですが、とりあえずやってみるっていうことで、松山さんのしていただいたワークをそのまま TP しました。3年生でも考えてみました。ね、この下の箱と上の箱はもう埋まっていて、このなぜならばのところを考えるんですけども、まあ、歯磨きちゃんとするやん、言えましたよね。あとは、甘いものって言っても、虫歯にならへんやつやでとか、喧嘩すると仲良くなる。ごめんねができるから。この辺はもう経験則ですね。で、どっちもどっちって、こう、すごいね、子供らしい答えだったりとか、美味しいケーキ食べたとかね、その辺の可愛らしい答えが出てきて、で、あ、割といけるぞ。で、理科でやってみました。理科が好きな。ちょっと虫が苦手な方すいません。私すごく虫が好きなので、虫のことやらせていただくんですけども、3年生の理科はですね、初めて理科っていう科学的なところで子どもたち取り組むんですけども、モンシロチョウの、成長を学習します。で、この保護色っていうんですかね、キャベツで緑で目立ちにくい。それから、国語との関連もあって、自然の隠し絵っていう説明文の中で、このセミとかですよね、あと、この波長とかっていうのが、保護色になってる。で、ゴマダラチョウの幼虫も、わざわざ季節によってこの色を変えてまで保護色になってるっていうのを勉強したのに、理科ではアゲハチョウの幼虫が真っ黒で出てくるんですよね。へへって。
で、子どもたちからこう驚きが出るんですけども、そこでなぜならばを考えてもらいました。で、この下の箱と上の箱、結果を見といてなぜならばを考えてもらったんですけども、いや、こんな気色悪いの鳥を食べへんで、確かに確かに、ね、これ気持ち悪いから食べたくないよね。で、これはちょっとね、知ってる子ですよね。でも、ちゃんとその自分の言葉で説明ができてる。で、生き物の糞だと思われる。で、そしてゆっくり歩くからバレへん。動いててもバレへん。そんなことも言ってました。3年生といえども、理科に対する経験とか知識がすごくバラバラです。ちゃんとこう、腸って一番最初に書かせてみたら、頭と、一応胸腹分かれてませんけど、足6本あってとかっていう子もおれば、なんかこう、すごい、私これ好きなんですけど、こんなね、感じの、子たちもいるんだけども、ロジックを使って考えたら、あ、なんか説明できたなとか、なるほどっていうね、声がたくさん聞こえてきました。これは、その、小学校低学年、ね、3年生ってまだ低学年、中学年とかって言われてて、そういうとこ難しいなって言われる部分なんですけれども、いけるぞっていうふうに感じました。で、運動会なんですけれども、直前8月下旬、2学期が始まったんですけれども、コロナによってハイブリッド授業が始まりました。国語では、運動会の合言葉を決めようっていう単元があって、その、ワクワク楽しもうみたいなね。でも、子どもたち実際は、その、オンラインで来てる子も来たい子もいててとかっていう中で、ジャムボードを使って話し合いを進めました。ここでもね、理由をちゃんと言えるようになってました。合言葉って言っても、その実際の競技ができるわけじゃなくて、80メートル走しかもうできないってなったんですけども、その中で子どもたち頑張ってね、目標というものを考えてました。なぜかというと、運動会って年に1回しかない。映画で楽しめたらっていうふうに言えています。で、司会も一応このジャムボード上にいてて、まとめてくれたりとかね、で、賛成ですみたいな感じで、決まりましたまでね、する。あ、3年生って割とできるんやなっていうのを、ちょっとこう、感じた。時間でした。で、その、まあ、80メートル走だけで、できひん、他の、なんていうんですかね、いろんな綱引きだったりとか、競技があるんですけど、それができなくなってしまった。でも、それでもやるのって何でかなっていうのを考えてもらって、自分たちで決めた合言葉から、このブランチを作ってもらいました。で、子どもたちからも、その運動会をする意義っていうのを考えてもらうことができたんですけれども、まあ、こんな感じでね、南中空のハッピーとかも作ったりとかして、踊りながら入場してその後走るってすごい80メートル走だったんですけれども。で、TOCFE のワークショップでアドバイスをいただいたところで、私は最初に結果として80メートル走しかなかったらつまらないっていうふうにしてしまったんですけども、それって本当なんかなっていうふうに突っ込まれてました。私は割と突っ込まれるの好きなんですけども、やっぱりこう、子どもの考えをちょっとこう制限してたなっていう部分があって、そこはやっぱりファシリテーターの力とかね、本当になぜならっていう考えることをこう伸び伸びと伸ばしてあげることが大事かなと思いました。で、学年でというふうに言ってたんですけども、隣の新任の先生ですね、池下先生とおっしゃるんですけども、池下先生にも理科でチャレンジしてもらいました。教科書には予想を立てる時間ってないんですけども、いきなりこう実験するんですけど、予想を立てる時間を取ってもらって、本当にとかっていうのを考えてもらいました。すると、電気のところだったんですけど、これとこれ、両方つく、こっちはつかへん。めちゃくちゃ子どもたちで、ね、考えて、ワクワクして実験に臨みました。で、明かりがつくときは、なぜならば、プラスとマイナスにねじれていてもつながっている。で、つかないのは、つながっていないっていうことを、なぜならばを使って説明する。まあ、そんなこんなでね、うまくいってるように見たんですけども、まあ、10月下旬ですね、運動会終わってから上靴が隠されたりとか、あと筆箱がなくなったりとかっていう、ちょっとそんなことがあって、学年会を開かなくちゃいけないよっていうことがあったんです。で、自分自身、この学年会ってあんまりいいイメージなくて、皆さんもどうですかね、子供の頃の学年会ってどうですかね、一方的に怒られたりとか、なんかね、自分関係ないのになって思ってしまったりとかっていうところがあったんですけども、生下先生の大事な授業の前の時間にせざるを得ない、そして45分しかない、60人相手にどうすんねん、一方的に私がバーって怒って終わるの嫌やなって思ったんですけど、ここでそうですね、TOC があるじゃないか。もう本当に通勤してる最中、バイク運転してる最中に降ってきました、これは。もうギフトだと思ってるんですけども、その学年化をした1ヶ月後に、この
11月27日ですかね、行事があったんですけども、その行事に向けてこの今良くない状態とかいい状態をちゃんと子どもたちから出してみる。で朝ですね8時半過ぎぐらいに磯井先生階段で捕まえて、ちょっと今からこれやろうと思うんですけど、ブワーって説明して、多分何のことか何言われてるのか分からなかったかもですけど、ええんちゃうかって言ってくださって、あよしやってみようってね思って取り組むことができました。で、あのこんな3年生になりたいっていうのがいっぱい出ました。みんなで安心して過ごしたいとか、あのパンをねちょっとゴミ箱にポイってしちゃってることがいたんですけども、ちゃんと残すって言えばいいやんとかね。で、あのみんなで仲良くあの勉強できるとか安心してとか、そんなことが出て、そのためにルールを守るとか、あのいい行事にするとかっていう風に、あのいい状態とそのためにみんながどんなことができるのかっていうのを共有できたあの時間でした。あとはもうこれも趣味の世界です。磯西先生からこれもお借りしたあのアライグマと鹿のものですね、大阪市立自然史科博物館からお借りしてきたんですけども、あの実際の骨を触ってロジック立ててもらいました。アライグマの骨やったらこう人間みたいな歯がたくさんあるよ、肉食って教えてたんですけど、あの実は雑食なので人間みたいなところがあるっていうのを子どもたちから見つけました。で、ね、あのとんがった形の下歯が前にありますよとか、これ面白かったんですけど、鹿の歯って草をすりつぶすためっていうのは両方なんですけど、顎が左右に動くとか、奥にある歯が平べったいとか、結果が子どもによって違ってくるっていうのは私も驚きで、これは子どもたち同士でこの裏に見て、あそうなんやとかっていうふうにね、あの自分らでふうんってあの感心してました。で今してるのはアップルとのコラボをしてまして、企業がですね、あの子どもたちの学びを応援するっていうことなんですけども、先ほど出てきた若林先生、校長先生とか、あのあとさっきもちょっと出てきたんですけども、教育委員会の矢島先生とかがサポートしてくれまして、アプリを開発しようということで、ただいまアプリ開発しております。ちょっとこれ私のちょっと時代が出てるんですけども、どんなアプリを作るのとかっていうコンセプト作りからだったんですけど、それで AT であのコンセプトをね考えることができました。子どもたち、私もだって活用してますけども、だって何々なんだもんってすると、その目標がね定めることができました。ここがすごく大事で、このだってをはっきりさせることでどんなアプリを作りたいのかということで、不審者に出会ってしまった時にってこうお知らせしてくれるって、これ動画ついてるんですけど、ちょっと私の技量ではあのスライドにつけなかったので想像してください、ね。ドッジボール中に飛んでくるサッカーボールを止めてくれるロボットが活動するアプリとかね、あの火事を消してくれとか。でもここでも本当にそのアプリでいけるのとか、ロボットでいけるのとか、なぜならばって説明したりとかっていう子ども同士のツッコミ回転がなされるような構造にさせてもらってます。まああのキーノートを使って作ってるんですけど、アイコンを貼ってロボットを起動させたら問題がズバッと解決する予定です。まだ作成中ですね。で TOC を活動した学年作りをトライしたならば、ちゃんと考えるって面白い。それから自分のことが好きになって、で友達のことが好きになりました。あの若林先生が4年生に言ってくれた言葉なんですけれども、3年生でもそういったねあの姿が見れています。大人も子どももワクワクってことなんですけども、去年磯西先生一人で一生懸命踊ってました。で私も面白かったので一緒にこうあのチャレンジさせてもらって、気づけば仲間がねどんどん増えていってるっていう、そんなこの1年だったんじゃないかなっていうふうに思いました。一緒に考える仲間がやっぱりいてるってすごくありがたいし嬉しいなっていうふうに思います。磯西先生がさっきね蒔いた種が芽吹いてるよっていうふうにおっしゃってましたけれども、職員室でもあのこんなツール使ったよとかって話ができました。この TOCFE のツールを使うっていうのは、ワクワクした未来に橋を架ける、そして We can change the world できるというふうに実感しております。ご清聴ありがとうございました。